霊夢さん、今回の期待なのですが。小生さん、この機体は、ドムシリーズの最終量産型モビルスーツだよね。砂漠での戦いに特化されており、その実力は折り紙付きですね。いろんな点でのスペックが高くて、一年戦争の中のモビルスーツの中だと、ガンダムタイプを除けば最高レベルのスペックとも言われているよね。はい、それでは皆さん。ゆっくりしていてね。今回の機体はドムの超進化系と言っても過言ではないくらいのスペックを誇りますね。もしこの機体が完成していたなら連邦はヨーロッパを奪還できなかったとさえ言われているんだよね。高速移動にて一瞬で懐にはいられて一瞬でやられてしまう。そのように恐ろしく強い機体だった。お話は冒頭の続きになりますが、このようにそのスピードの速さに敵は恐怖を感じていたのですが。でも、そんな強い機体にも欠点があったんだよね。一番の欠点、それは移動の長さと二次元軌道ですね。具体的にはどういうこと？三次元、つまり上からの攻撃に関しては、とことん弱い、ここが弱点だったのです。そこに気づかれたら終わり。そして今回の機体は冒頭からお話ししてきた機体を改良し続けた後に完成した最終形の機体なのです。お話ししてきた機体をさらに改良した最終量産型、つまり相当機能性が高くて強い機体ってことだね。この機体の名前は？ドワッチでございます。もしドワッチがたくさん量産できていれば連邦を相当弱らせることが可能だったのかもしれない。可能性はありますね。ドワッチは地上用ドムの問題点や欠点を補うために大幅に改修されてますから。確かにね。ただ気になることは速度が上がってもそれにうまく対応できてかつ操作できるパイロットがどれほどいたのかということです。操縦技術は相当高くないと厳しそうだよね。Gが相当ありますし、その負荷に耐えれずに普通の人間なら死ぬこともあるでしょうから。強化人間じゃないと厳しいかも。機体速度強化偏強のみで武装は変わらずでは意味がないという考え方もありますから。ジオン残党は執念は確かだけど執念だけ空回りしているところもある感じ。確かに、ところでドワッチの見た目はドムと大きな差がないのですが。ゴツゴツした感じがかっこいいよね。そうですね、このフォルムが何とも言えないんですよ。もし黒い三連星がドワッチに乗っていたらガンダムを倒せたかな？おそらく無理なのではないでしょうか。装備がジャイアントバズのままなので。ガンキャノンがジャイアントバズの直撃に耐えていたはずですから、同じ材質のガンダムにも効かないと思うのです。なるほど、そういえばドムの試作機の名称はドスだったって本当なの？いえ、試作機の名称は確かプロトタイプドムで、ドム KMS の中にドスという機体はありませんよ。ドワスならありますが。ちなみにテレビアニメ企画時の名称はドワッチだったようです。へえ、ドムの企画時の名称がドワッチだったのね。そういえばドムが地上の王者って言われていたと聞いたことがあるんだけれど、その話に根拠ってあるの？おそらくドムが配備された当初はグフより高性能な MS であったことからそういう風に呼ばれたのではないでしょうか。へえ。これはガンプラドワッチの説明家からなのですが、一年戦争後もドワッチは連邦軍でも使用されていたらしいのですね。このことからいかにドムが高性能な地上用 MS であったかが伺えるのですよ。ドワッチって旧ジオン公国軍の一年戦争時の量産機なんだよね。そうですね。そしてドワッチはですね、ドムは極地専用としてとても評価が高い MS なのですが、そのドムの最終量産型に位置づけられているのでございますよ。最終製造はどこなんだろうか。ドム系統になりますので、おそらくティマット社だと思います。さっきも言ったけれど、見た目はドムと大して変わらないんだよね。そうですね、見た目は大差ないのですが、いろんな改良が行われたことでドムを上回る性能を獲得することに成功したのです。やっぱり何でも改良していくって大切。
ですね、最初から完璧なものは作れないですから。ドム系統の魅力って、やっぱり地上での機動力だよね。ですね、ドワッチはその最終量産タイプだけありまして、地上での機動力は非常に高くてですね。移動に関しては、一年戦争時のどの機体をも凌駕しているのですよ。熱核ジェットエンジン式のスラスターだよね。それのおかげでございますよ。ドムの欠点って移動時間の短さが挙げられるんだと思うのだけれど。ドワッチはですね、その短さを補うべく外装型のプロペラントタンクが足と背中に追加されたのですね。やっぱりドムとは違うね。かなり性能面がアップしておりますから。生産数はどのくらいなの？あまりないんですよね。というのも戦争末期に生産を始めましたから。まあ仕方ないよね。急ピッチで戦争に対応していたから。ですね。そしてこれは噂されていることなのですが。何？もしもドワッチがオデッサ作戦時に主力機として多数配備されていたら連邦軍はヨーロッパを奪還できなかったはずと言われているにですよ。確かにあの速いドム以上の機動力があってバックパックも強化されているから相当な脅威になっていただろうね。そういう機体でございますから、戦後もジオン残党やネオジオン軍などが所有していてさらなる改良を進めて近代化された MS となったのがドワッチでございます。続いてはドワッチ界について少し。機体名の通りドワッチを改良したモビルスーツだね。特筆すべき点は型に化学燃料式のブースターが設置されておりまして最高速度を 20% 上昇させられるのですよ。機動力があるドムを改良したドワッチ、そのドワッチの速度をさらに 20% も増やしたって相当速いよね。これはですね、戦闘でのみ使用されるということみたいですよ。そして頭の形も変化してアンテナが増設されました。あまり聞かないけれど、あまり生産されなかったの？実際ドワッチ以上に生産数が少なくて、ロンメルキ以外は確認されていないのですね。そのロンメルキもですね、戦後に近代化改修されているので、一年戦争当時における詳しい性能は不明なのでございます。資料によっては、連邦軍でも運用されていたことが記述してあるのでございます。はい、今回はドワッチ、そしてドワッチ界についてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあれば、コメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方は、チャンネル登録をお願いします。